こんにちは。センター CLR のビデオメイキングアーカイブ IL2C の第46回を始めたいと思います。よろしくお願いします。いかんな。ちょっと待ってください。モニターがちょっと違っているので表示を、OK、すいませんでした。はい、前回は、GC として、いくつかの手法がありますと。で、それぞれの2点欠点みたいな話をしました。2つ、マーク&スイープと、それから、ディファレンスカウントですね。参照カウント方式、この大きく2つを挙げて、で、最終的にマークスイープでやろうかというような話をしました。リファレンスカウントについてはもうちょっといろいろ考えていたんですけど、とりあえずやらないのでこれ以上深くは話はしないことにします。で、今回はそのマークスイープをやるにしても、実際のところその変換された C のコードでどうやって実現するのかみたいなところをもうちょっと詰めていきたいなというふうに思いますと。で、まずちょっと現状のコードですね。これ書かずに見た方がいいかな。ですね。ビジュアルスタジオと。マークスイープは、結局その呼び出しされたそのメソッド内でそのなんか参照を使ってる場合にですね、その使ってるというのを、トラッキングする必要があると。で、トラッキングするときにその、使われてますというのを、どうやって認知するのか、どうやってって、その C シャープのコードの上ではその参照を使ってるところで、その参照の先に紐づいてるその確保されてるメモリですね、インスタンスのメモリがあれば、そいつにマークをつけていくと。仮にこれがヌルが入っていたら、何も参照していないので何もする必要がないみたいなことを、繰り返していけばいいということなんですが、言うのは簡単ですねそれはですね、例えばこの例でいきましょうか。テスト5、このテスト5のメソッドに入ってきました。今入ってきたとします。そうするとまずここで、クラスタイプテストターゲットというクラスを入してますよね。で、このホゲ3という名前のついた、変数、ローカル変数に代入していると。これはつまり、クラスタイプテストターゲットっていうクラスのインスタンスが、ヒープ上のどこか、我々が知らないどこかに確保されて、で、そこへの参照が、ここのホゲ3に入っているということですね。これを、額面通り、その、C のソースコードに落とすと、マロクされて、メムセットでクリアされて、そしてコンストラクターが呼ばれて、その結果が、このローカル変数に入るというような感じになっているはずですよね。これ、一応見てみましょうかね。クラスタイプテストのテスト5。ですね。ここでテスト5とかで検索するとこれかな。これですね。で、ちょっと分かりにくいんですが、字もちっちゃくなってあれなんですけども、あれこれじゃないかな。これバリュータイプテストの方でしたね。違いますね。これですね。クラスタイプテストのテスト5ですね。これを見ると、まず、ここのマロクですね。このマロクでもって、そのクラスの、インスタンスのメモリ領域が確保され、そのポインタが、一時的にここに入りますね。スタック0を表すローカル変数に入ります。
で、そいつをメムセットで、クリアしますね。メムセットでクリアしています。で、クリアが終わったら、コンストラクターですね。クラスタイプテストターゲットのコンストラクタ関数を呼び出して、コンストラクターの処理を実行すると。で、それらが終わるとですね、最終的にその今、スタック0で表していたポインターの値は、ローカル0というローカル変数に入りますね。これですね。この先頭で定義されてますけど、このローカル変数に入ります。C のソースコード上では、これはポインターとして宣言されてますね。はい。まあ、こんな感じでメモリが確保されますと。で、マークスイープのそのマークする段階というのは、今現在その、参照を使用しているインスタンスに対してマークをつけていくわけですよね。そうすると、まあ、ここで、その、まあ、コンストラクターも呼ばれて、晴れて、そのインスタンスが生成されて、それがローカルゼロに入っているので、これはその、まあ、ここに入っている、そのインスタンスですね。インスタンスへの参照は、マークの対象にならなきゃいけないですよね。なので、その、マークスイープのマークの段階の時に、どうにかして、この今まさにここに、ローカル変数に入れたこれですね。これをチェックしないといけない。このローカルゼロに入っている値が、まあ仮にですけど、まあもしヌルが入っていたら、まあ無視すればいいですね。だけど今ちょうどこれで値が入っているはずなので、まあロックされた、何らかのポインターが入っているはずなので、なのでこのポインターを参照し、その参照先に入っているインスタンスにマークをつける必要がありますということですね。で、このスタックゼロはどうなのかと、これって型で言うとこれと一緒ですよね、ローカルゼロと。で、これは IL 上でいうところのそのスタックに参照がプッシュされている状態を表すわけですね。ここに入っている値というのは。で、それ何かというと、この丸くされました、そしてここに代入されています、そしてメムセットでクリアされました、コンストラクターにが呼ばれましたという、まあここがニューに相当しているわけなんですけど、この段階の時に、こう生成されたインスタンスが、ここに入っているので、これをトラッキング対象とすべきなのか否かというのがちょっと微妙な話なんですよね。なぜかというとですね、これニューが3行で実現されています。ということは、例えば、この76行目の、マロクをしてポインターを入手してここにすぐに代入してるんですけども、この状態で仮にですけど、このあ、とメムセットが行われる直前に仮に GC が動いたとします。で、そうすると、マーク段階になって、もしこれもトラック対象になっていたら、トラッキング対象になっていたら、こっちと一緒でこいつもトラッキング対象になっているとすると、まあ、こいつもポインターが入っているので、言い換えるのはヌルではないので、なのでここの、値が参照しているものを確認する必要がありますね。何が入っているのか、入っているんであればそいつにマークをつける必要があるといってアクセスしようとすると、そうすると、まだメムセットでクリアしてないんですよね。なので、まあ、かなりぐちゃぐちゃなものが、ここの先には格納されている。まあ、確保しているメモリ自体は問題ないけど、こいつを参照したものについてはぐちゃぐちゃなものが入っているので、なので、多分、なんかその、マーク段階の処理っていうのは、なんかこう、あんまりうまくいかないというか、ひょっとしたらクラッシュする可能性が、あるような気がしますよね。で、じゃあ、この3行で入が完了するので、まあ、例えばですけど、これを別の関数に、この3行の処理は外出ししておいて、で、その関数を呼び出して、最終的に得られた値を、このスタック0に、代入するというふうにすれば、多少安全かもしれないですね。でもですね、まだ問題があって、この関数に入ってきた時のこのローカル変数、まあ、ここら辺もそうなんですけど、これって値が未定義なんですよ。
値を初期化していないので、なのでここも含めてちゃんとそのローカル変数の初期化をしてやる必要がありますね、処理を開始する前に。だから例えば、これで言うなら、ここのところにヌルポインターを入れてやるような、コードを書いてやるってことですね。ヌルポインターないとか言われてますね。ちょっとゼロ入れ、あ、ゼロじゃまずいのかな。ヌルにするわけかな。こうかな。こんな感じですね。で、int32t は0でクリアする。で、こいつもヌルを入れる。こんな感じで、0クリアしておいた方が安全ですね。で、さらに、これらについて、なんだ、これらについて、ここから処理を開始するんですが、ここの部分ですね、ここの部分が new object opcode に相当してるんですけど、これを、まるっと外出しする、メソッドを外出ししてやる。そうですね。なんだ。IL2C テストターゲット、クラスタイプテストターゲットポインター、ストラクトいらない。の、例えば、IL2C、ちょっとすごい長いですけど、テストターゲット new みたいなメソッドを出力しといてですね。で、そこの中で、こんな感じの、いわゆるメモリを確保して、で、初期化して、コンストラクターを呼び出すみたいなコードを、こういうふうに、単一の、メソッドとして、関数として外出ししておく。こうしておいて、で、メムセットは、P、それから、コンストラクタの呼び出しをする、そして、P を返すというような感じですね。これはコンストラクタに引数がないので、今これなしになってますけど、コンストラクタに引数が必要な場合は、ここに渡してやって、それが右から左にこのコンストラクタ呼び出しに渡ってやるみたいな感じにしてやれば、ついつまが合うと。で、こいつを呼び出して結果をスタック0に入れるように、ここを変更する。こういう感じですかね。こういうふうにしてやると。で、こうすると、ちょっと関数呼び出しのコストが一つ一回かかります。強力な最適化機能を持っているコンパイラーとリンカーがあれば、それはインライン展開される可能性はありますね。VC だとなります。多分なります。で、なので、こういう呼び出しに変えてやれば、そうすれば、このあれですね、new を呼び出した結果を代入するところは、おそらくほとんどの処理系でアトミック操作になるので、なので、晴れてこれで、何も設定されてないっていう状態から、正しいインスタンスが設定されたっていう状態にアトミックに遷移することができると。こうなれば、84行目のこの、これですね、この行を実行した次に移った瞬間に GC が発生しても、これへの追跡が正しく行われるようになるということがありますね。まずやらなきゃいけないことの一つはこれですね。new の処理ですね。new オブジェの処理は、外出しして、独立した関数にして、これの呼び出しにすると。で、その結果、返ってきたポインターが、スタックに格納され、ローカル変数に格納されということが行われることによって、そのポインターのその遷移、ポインターが指しているそのインスタンスの状態が、不正な状態のまま、GC の処理を開始してしまうことがないようにするっていうことが、まず一つありますと。細かいことを言い出すと、ものすごいいっぱいあるんですけど、こんなようなことをいろいろ考えないといけないですね。で、いよいよその核心ですね。じゃあ、今こうやって、じゃあ、ローカルゼロとか、
このスタックゼロに何らかの参照へのポインターがインスタンスへのポインターが入っているとします。一体これをどうやって追跡するのかっていうことがありますね。で、処理系とランタイムが密接に関係し合ってるようなシステムであれば、まあ、ドットネットはそうですけどね、C コンパイラー、じゃあ C シャープコンパイラーも想定できるし、それから、ドットネットの CLR ですね、ドットネットの CLR も、こう相互に、なんていうんですか、どんなコードが書かれて、それがどう実行されるのかっていうのが、まあ、大体想定できるような環境にあります。もうちょっと言うと、例えば、ドットネットフレームワーク、まあ、ドットネットコアでも一緒ですけども、それが例えば Windows 環境で動いているというようなことが想定できる場合、まあ、Windows なんで、まあ、大体のところはあれですね、 X86 か X64 の、CPU の環境で動いているはずということが想定できるので、何が言えるかというと、この関数の、スタックが、どのようなメモリの配置で割り付けされるのかということは大体想定できるんですね。メモリ上にどう格納されているのかというのが。で、何を言ってるかというと、例えばこういう C のプログラムを我々はそのビジュアルスタジオでデバッグとかするわけですけど、デバッグするときにスタックトレースが見えますよね。で、まあ実際やってみましょうかね、せっかくなんで。例えば今こうちょうど手元にこのコードがあるので、まあここでブレイクかけて、でデバッグで、これじゃいけないですね、こいつを指定しないといけない、ちょっと止めますね、はい、これビルドして、で、これを実行します。デバッカーで実行しますね。そうすると、ブレイクポイントを入れたところで止まります。まあちょっとこれの中にね、入ってみましょうか。ステップインで、入りますね、メソッドの中に。はい、この時に、このコールスタックっていうのが見れますよね、普通ね。こんな感じで見れますと。これなんですけど、それから、今、コールスタック、この一番スタックの、コールスタックの一番上にある、関数の、このライン48行目のところで止まっているっていうのがわかります。さらに、この関数には、そのローカル変数がこんな感じでいろいろ定義されている。それが、このローカルズのウィンドウの上でこんな風に見えますよね。まあ、今ね、ほとんど未初期化の変数になっているので、中の値ぐちゃぐちゃというか、まあ、なんか 0xccccc っていう C が、C で埋め尽くされているような感じなんですけども、こういうふうになってますと。で、Visual Studio がなんでこういうコールスタックとか、それからこの現在のメソッドのこのローカル変数の一覧を、ここの、デバッグウィンドウに表示できるかというと、それはメモリ上にどうやってこのローカル変数とかがどういうふうに配置されて、どこに割り当てられているのかというのをビジュアルスタジオが知ってるんですよね。で、なぜ知り得るかというと、それはビジュアル C++ がコンパイラーですね、 C のコンパイラーが、どういうネイティブのコードを出力する、もうちょっと言うならこういうふうに、int32t ローカル1って書くと、そうすると、どういうネイティブコードがそのローカル1の参照に対して出力されるのかっていうのを知ってるんですね。メモリ配置の方法が。メモリ配置の方法を知っているので、その知識を頼りにメモリを探索していくと、こういうふうに値が見つかるので、このローカルズのウィンドウに表示できるということなんですよ。つまりですね、この、ちょっと止めますけど、今、こういうコードを C で書いた場合、このローカル変数がメモリ上のどこにどのように配置されるのかというのは、少なくともコンパイラは知っているということですね。でも、我々、コードを書いてる側からすると、これはちょっと曖昧ですよね。なんか、
こういうローカル変数が必要だということは、この C のソースコード上書いてるから分かってるんですけど、これがネイティブコード上でどのように配置されるのかという知識は、まあ、持ち合わせてないですね。もちろん、例えば VC++ のバージョンいくつの場合とか、それから GCC の、このバージョンの場合、でまあ、なおかつ、その、ターゲットとしているプラットフォームが何で、リリースビルドしているのかデバッグビルドしているのか、もうちょっと言うなら最適化、どういう最適化のオプションをつけているだのつけてないだのっていうような条件に合わせて、実はここに出力されるものが変わってくるはずなんですよね。こうやって書いても同じように書いても、それがどういうネイティブコードに落ちるのかっていうのが変わってくるということなので、そう、まあ結論めいたことを言うと、このように書いたからといって、メモリ上をこう探索して、この今例えばローカル0とこのスタック0に値が入っているかどうかを知りたいわけなんですけど、それをまあ半自動的にやるのは、何もないところから半自動的にやるのは、まあほとんど無理だということですね。これが、VC++ の例えば X64 向けの、リリースビルドの場合とかいうふうにすごい条件をつければ、そうすれば、自動的に、じゃあこのローカル0とかスタック0がどこに配置されているのかっていうのは、まあわかるかもしれないけれども、まあ実際問題わからない。しかも我々は、ポータブルな、C の出力を想定しているので、この、VC に限らず GCC でもそうだし C ラングでもそうだし、あと、組み込み向けのその AVR、 まあ AVR も GCC ですけどね、まあそういうような我々が想定していないようなコンパイラーでもできれば動いてほしいという展望があるので、そういうことを考えていくと、まあそういう知識を頼りにこれを自動的に抽出する これらのここに今現在ここに入っている値が何かっていうのを自動的に抽出するっていうのは、まあ事実上無理でしょうと。無理なので、まあどうにか工夫する必要がありますね。知りたいのは、結局こういう変数に今現在どんなポインターが入っているのかってことが少なくとも分かる必要があり、まあポインターが分かればね、この先にはそのマロクで確保されたメモリ領域があるはずなので、まあそこはなんかうまく整合性を取れば、なんか自動的にそのマークをどこかに未使用領域を確保しておいて、そこにマークをつけるだとか、なんかそんなような工夫はなんとなくできそうな気はするんですけど、まずとにかくこのスタック上にあるこのポインターのに値があるのかないのか、あるとすればいくつなのかみたいなことを自動的に抽出するにはどうしたらいいかというのを考えないといけない。これがまあマークスイープのそのマークでもスイープでもそうなんですけども、とにかくその確保されたメモリをどうやって追跡するかっていうことにつながるってことですね。はい。でまあアイデアは考えてはいます。で一番最初にねパッと思いついたのは、まずこの関数に入ってくるときに特別な何か引数を加えてやる。例えばですね、まあなんかエグゼキューションコンテキストみたいな、そういうこれ適当な構造体ですみたいなものを想定しといて、これが、コンテキストという感じで、すべての、メソッドに対応する関数は必ずなんか先頭にこの引数をつけることにするという約束事を加えたとします。で、この、構造体が何かというと、だいたいまあこんなような感じのもの、こんなになっていて、で、いけないですね。これはタイプデフでこんな風にしておきますか。そうするといいですね、通りますね。でここにどうしますかね。なんか例えば、難しいですけど、エグゼキューションコンテキストのプレビアス
それから、でもそれ以上は無理かな。これは何かというと、リンクリストみたいなものを考えていて、引数に必ずこういうものが渡ってくるので、この追跡しなきゃいけない、調べなきゃいけない、このローカル変数ですね。それらに対して、一つ一つ、このコンテキストを結びつけてやる処理をする。ちょっとあれですけど、例えば、ボイドポインターってやると分かりにくいかもしれないですけど、ターゲットみたいな感じにしといて、でですね、このロー、例えばこの関数は、追跡しなきゃいけないローカル変数は2つあります。この2つがあります。なので、例えば、なんかこんな感じで、あ、ポインターじゃなくていいな。こんな感じで、コンテキスト2つ用意しておきます。こんな感じで。でですね、これらを、順番につなげてやる。あ、その前に初期化した方がいいかな。こいつの中身、ローカルゼロのコンテキストは、ちょっと見えてないですね。ターゲットが、ローカルゼロへのポインターを入れるんですよ。これね、ポインターがいいかな。こういう感じですかね。何を言っているかというと、つまり、このローカル変数のアドレスをここのターゲットに入れます。同じく、スタック0のターゲットには、このスタックですね。このローカル変数のアドレスを入れておきます。そして、リストのプレビアスイコール、コンテキスト。プレビアスには、一つ前のコンテキストへのポインターを入れます。じゃあ、こっちのスタック0のプレビアスは何になるかというと、今度はローカル0コンテキストへのアドレスを入れます。そうすると、これリンクリストになりますよね。結合されているような感じになります。なので、これがあると、ああ、でも逆かな。このエグゼキューションコンテキストって呼び出し元で用意されたものが渡ってくるわけなんですけど、一番根っこ、大元の呼び出し元から、こう、リンクリストで、つながってこないといけないんですね。あ、なので逆かな。これ、ネクストかな。ごめんなさいね。ネクストですね。これはですね、やり方は、元のコンテキストの NEXT に手元にある、新しく作ったコンテキストへのポインターを入れると。こういう感じですね。これなんでエラーになってるのかな。ああ、そっかそっか。これはこうですね。はい、で、ローカルゼロコンテキストの NEXT には、スタックゼロコンテキストへのアドレスを入れると。これで、チェインが完成したかな。あ、最後に、次がまだ、設定されてないということを表すために、こいつはゼロにしておく必要がありますね。スタックゼロの。はい。これでリンクが完成したってことになるかな。はい。こんな感じです。で、こうしておくとどうなるかというと、この関数ってどこかから呼び出されるはずですよね。例えば、メインがあり、例えばまあこんな感じで呼び出すわけですよ。で、まあ今回、この引数が必要になったので、
ここに例えばエグゼキューションコンテキストでルートコンテキストみたいな感じで用意しておいて、これはメムセットで、クリアしておく必要があるかな。サイズオブルートコンテキスト、こんな感じにしておいて、これを、最初の、引数として渡しておく。こうですかね。こんな感じで渡しておくと。逆かな。プロトタイプ宣言が必要ですかね。こう。はい。で、メインは、このあらかじめ用意しておいたエグゼキューションコンテキスト、ルートとなるエグゼキューションコンテキストを必ず引数に渡して呼び出してやるようにする。そうすると、それへのインスタンスへのポインターがここへ渡ってきますね。で、これを使って、内部で追跡したいこの2つのポインターについて、そのアドレスをリンクリストで結合し、リンクリストに結合してやるというふうにしておくと。これで準備が完了するので、もし、GC を今まさに、今現在どこ実行してるかわからないけど、まあ、例えば、なんかタイマーか何かで発生した契機で、GC を発動させたいと。で、マークですね、マーク処理をしたい場合、どうするかというと、このルートコンテキストの値にある、NEXT ですね、NEXT をたどっていく。で、これ、最初、このターゲット、ヌルなんで、まあ、ここは無視すればいいので、まあ、探索するときは、ネクストから探索する感じですね。やって、実際に書いてみると、こういうことかな。アンド、ルートコンテキスト、の、ネクスト。あ、こう、アンドはいらないですね。こんな風にしといて、while current が、null じゃないければ、処理を行っていくみたいにしておいて、で、まず、current のターゲット。今のコンテキストが指している、ターゲットとなるポインターを取得します。このポインター何を指しているかというと、この例で言うならば、最初のこのローカル0ですね。このローカル変数へのアドレスが取得できます。なので、これ書き換える、ちょっと仮にですけど、書くとこういうことですね。こういう感じですね。ちょっと分かりにくいな。こうか。こうします。はい。こういうポインターのポインターなんで、デリファレンスするんですけど、まあそうすると、ボイドワスターになるので、そいつを、この型にキャストしてやることで、晴れて、このローカル変数に、今現在何の値が入っているかが、これで取得できましたと。そこで、この値がヌルじゃない。言い換えるなら、このローカル0に入っている、値がヌルではない場合ですね。その場合、p に対して何かをする。これが、マークをつける。マークだ、this instance。マークをつけてやると。もしこれがヌルだったら、この要するにローカル変数0、いや、ローカル0にヌルが入っていたら、まあ何もしない。別に何もする必要ないですね。何か参照している場合だけ、その、インスタンスに対してマークします。今、このマークの方法についてまだ掘り下げていないので、まあここは何かそういうことをするという意味ですね。で、これが終われば、
パレントを次の、エグゼキューションコンテキストに、遷移するというふうにします。そうするといつか、ヌルのところに当たります。この例で言うと、まずローカルゼロを指しているエグゼキューションコンテキストが処理される。NEXT に行くということはローカルゼロ、ローカルゼロから、次スタックゼロに行きますね。この行、分かりにくいですけど、この行で、ローカルゼロコンテキストの NEXT にスタックゼロのコンテキストのポインターが入っているので、NEXT ってやると次はこれが得られます。そしてそれのターゲットを見ると、このスタックゼロへの、スタックゼロ、ローカル変数へのポインターが入っているので、それについて同じように処理をし、そしてその次の NEXT を見ると、そうすると、ゼロって X で書いてますけど、ヌルですね。ヌルが入っているので、なので、このホワイルが、晴れて抜けると。この NEXT が次ヌルになるので、このホワイルが抜けて GC の処理としては終了すると。こういうことですね。っていうふうにすれば、そうすれば一応、あとはですね、その IL2C がこの、ローカル変数の定義を出力するときに、これですね、要するにオブジェクトリファレンスを処理する場合、オブジェクトリファレンスへのローカル変数定義を出力する場合に合わせて、このような、処理も、挿入してやると。いうふうにすれば、このエグゼキューションコンテキストを頼りに、どのローカル変数が、その、今、実際のインスタンスを参照しているのか否か、っていうことを追跡できるので、これでもって、そのマーク処理ができる、実現できるということになりますね。で、ここで、まださらに考えなきゃいけないことはいくつかあるんですけども、まず最初に、これですね。これ。この、ターゲットデリファレンスした時の型って、オブジェクト、ボイドアスターなので、それとも今これキャストしてるわけなんですけれども、このキャストは、今これ、たまたま、今すぐ下で、このクラスタイプテストターゲットのこういう、ローカル変数の型を使ってるって分かっているので、こうやって書いたんですけど、実際には分かんないですよね。どんな型が使われるのか。ましてや、このエグゼキューションコンテキストを探索していくと、このターゲットに入っているものの、その参照しているオブジェクトリファレンスの型はまちまちですね。どんな型のものを、のポインターが入っているか分からない。わからないので、こういう書き方っていうのは実際にはできないですね。ですが、ここでキャストしてる理由というのは、この後 P にヌルが入ってなかった場合に、ここでマークの処理をしたいんですけど、ここのマークをするときに、この型をもとに何かをしたいわけなんですよ。で、それでここでキャストを入れてるんですね。でないと、要するにこういうことですね。キャストする必要はないんですけど、何も考えないと、ボイドアスターのポインターになるので、ポインターのその値は得られるけど、それで何ができるのみたいな話になるので、何か想定しなきゃいけない。でも、具体的な、型を想定することはできないというジレンマがあります。じゃあ、どうするのかという話になるんですけど、それはマークをどうやってやるかっていうことも合わせて考える必要がありますよね。ここで想定されることが分かれば、そうすればこの P をどうしなきゃいけないかとかいうことも分かるので、まずはそのマークをどう実現するかってことですね。っていう問題が一つ。そしてもう一つの問題は、全ての関数のこの第一引数ですね。第一引数に必ずこういうなんかコンテキストのような何かを、へのポインターを持って回らなきゃいけないのかという話ですよね。で、これもなんかちょっと、面倒な問題があるというか、なぜかというと、今後、今のその、
オブジェクトリファレンスの対応ではないんですけども、今後我々がなんか、さまざまな普通のその C のライブラリと結合したりするとき、要するにあのプラットフォームインボークとかですね、ああいうことをするときに、これの扱いが邪魔ですね。あのこれを必ずなんか全ての関数に入れなきゃいけないっていうと、そうすると、じゃ あ, あの呼び出される方はまあしょうがないからエグゼキューションコンテキストを渡すかみたいな話なんだけども、こっちから C のライブラリを呼び出す場合にはこれがくっついて回っては鬱陶しいので、まあちょっとなんかそういうのはあまりやりたくないよねという問題があります。また逆にあの C からその C シャープの何らかのメソッドを呼び出したいっていう場合も、じゃあエグゼキューションコンテキストをあの第一奇数にあてがうにしても、それを一体どっから入手すればいいのみたいな話があってですね、なんでまあいろいろめんどくさい、あのほぼ全てのそのメソッドにこれが入ることになるので、なので扱いがめんどくさいっていうことがあるので、まあちょっとそこを考える必要がありますね。でこれはね、あのアイデアはあって、まあ何もあのこのメソッドごとあの関数に必ずこういうふうに第一引数に渡すっていう方法以外に、グローバル変数として置いておくっていう方法があります。これで言うなら、ここ削って、例えば、ルートコンテキストへのポインターみたいなものが、こういうふうにグローバル変数としてアクセスできるようにしておく。ちょっと、ここの上を置いておきますね。こんな感じでね。ルートみたいな。で、ちょっと、ルートじゃ、あれかな、名前がいまいちかな。カレント。みたいにしときますか。じゃあこれどうやって使うかというと、そのメインの一番最初のところで本物のあのルートのコンテキストのインスタンスはこんな風にします。そして、最初の初期化として、ルートコンテキストをこういう風にカレントコンテキストに代入しておくと、まあ、これで初期化の準備ができたみたいにすると、で、ここですね。これはもうもはや引数で渡さないようになったので、ここは削っておきます。こんな感じでね。これ、ちょっと直しておきますね。こんな感じにしておくと。で、そうすると、いつでもこのカレントコンテキストにアクセスできるようになりますよね。で、先に下行きましょうか。ここをどうするかなんですけど、今まで引数で渡ってきたコンテキストをどうするかなんだけど、カレントのコンテキストの NEXT に対して、ローカルゼロコンテキストを設定するみたいな感じに、しておいてですね、で、一旦、このカレントコンテキストに、こうかな、逆に、今ここで確保したこのローカルゼロコンテキストをカレントコンテキストに入れるみたいにします。で、これ NEXT ではちょっと意味が分かりにくいので、名前をちょっと変えたいんですが、ここをプレビアスト、いうふうにして、これ逆方向みたいにします。逆方向と言っているのは、ローカル、すみません、前後します。ローカルゼロコンテキスト、現在のコンテキストの逆がカレントコンテキストを指すようにする。これ、方向が逆になったんですね。リンクリストの方向が逆になったイメージです。つまり、カレントコンテキストって、グローバル変数のカレントコンテキストというのは、最後に追加されたコンテキストを表しているみたいなイメージにするってことです。で、同様に、次に使うこのスタックゼロコンテキストですね。こいつも同じような処理をしてやると。まあ、ターゲットをまず初期化しておいて、で、スタックゼロコンテキストのプレビアスを、カレントコンテキストに設定し、まあ、これつまり、ローカルゼロコンテキストのことですけどね。全く同じように処理したとするならば、こうしておいて、で、カレントコンテキストをこの新しいスタックゼロコンテキストに、設定してあるというふうにすると。と、リンクリストは逆になります。なので、この
マークフェーズが発生したときに、カレントコンテキストから逆順にたどっていくみたいにすればいいと思います。これカレントコンテキストからやればいいかな。カレントコンテキストを、まあカレント、ちょっと名前が紛らわしいですけど、カレントに入れて、で、カレントのターゲットについて、まあ同じように処理をした後、次への更新はプレビアスで一つ前のコンテキストをたどるみたいな感じにすると。こういうことですね。こうすると、そうすると、この引数にいちいちそのコンテキストを持って回らなくても済むようになります。この、グローバル変数を経由してアクセスすることになるんですが、引数に持って回らなくてもいいということで、コストが減るし、分かりやすいですよね。メソッドの呼び出し、引数なしのメソッドの呼び出しはそのまま引数なしとして宣言されると。まあ、リスはあるかもしれないですけども、極めて分かりやすいっていうことに、要するに謎の引数が追加されないということで分かりやすいっていうことは言えると思います。ただ、注意が2つあって、これをやった場合ですね、このメソッドから抜けるときに、このコンテキストを元に戻さないといけないですね。今これ、リンクを書き換えてしまったので、ここから抜けるときには、このコンテキストのリンクを元に戻す必要があります。で、まあ、元通りに、一個一個リンクを貼り直してもいいですし、ここに入ってきて、このコンテキストの処理をする前に、ローカル変数に現在の、カレントコンテキストの値を、保存しておいてもいいかもしれないです。例えば、バックアップみたいな感じで、プレビアスでいいかな。こんな感じで。保存しておいて、メソッドを抜けるとこですね、ここ。ここのところで、をプレビアスというふうに、ポインターを書き直してやることによって元へ戻すというようなことをしてやれば、そうすれば、これで完了ですね。これは割といいですよね。なんか、ストレージコストが1個必要ですけど、スタックを1要素分、1ポインター要素分使いますけど、一度の代入でもう、後始末が完了するので、コストは低いですね。というような感じで、このエグゼキューションコンテキストのリンクを、元へ戻す必要がありますというのが一つ。もう一つが、これが、いいと言えばいいし、大抵問題はないんですけど、何かというと、このエグゼキューションコンテキストのこのグローバル変数ですね。これは、グローバル変数なんですが、実行コンテキストに紐づいてなければいけないですよ。まあ、実行コンテキストなんで、エグゼキューションコンテキストって名前に仮にしましたけど、どういうことを言ってるかというと、スレッドごとにこれが必要です。で、今 IL2C はスレッドのこと全然考えてないですね。メインスレッドが1個だけあるみたいな、そんな状況で考えています。で、だいぶもうやってから日にちた回数経ちますけど、例えばマイクロビットとか、それからアルディーノとか、まあ、辺はみんなシングルコア、シングルスレッド環境ですね。なので、仮にこの方法を導入したとしても、まあ、全く問題ないと。ところが、まあ、マルチスレッド環境になる場合、例えば、Windows とか Linux でやる場合はそれが想定できますよね。で、組み込みでも、まあ、一部ちょっとリッチな環境のものであれば、マルチスレッドが使えるようになります。その場合、そのスレッドごとに、このカレントコンテキストが使えないといけないですね。これは、この今、グローバル変数にこうやって置くことで、その引数にいちいち持っても合わさなくてもいいですって話をしたんですけど、これを、最初のその引数に毎回渡すっていう方法で考えてみれば、まあ当然のことで、要するに、スレッドごとに、この
関数の呼び出しのネストですねっていうのは、今現在同時に動いているスレッドごとにまちまちなわけですよ。なので、そこから追跡しなければいけない枝葉というのもそのスレッドごとにバラバラに存在するので、それを全部そのスレッドごとに調べないといけないですね。なので、動いているスレッドごとにそれが追跡できなければいけないので、今みたいにこういうふうに単一のグローバル変数として、リンクリストでほじっていると、そもそもその、スレッドごとに どのその参照があるかないかみたいなことを調査することができなくなってしまいます。それは簡単にも言えて、結局ここで、リンクリストを貼っていますよね。プレビアス と、それから現在のカレントコンテキストを更新することで、ここで、リンクリストを構成してるんですけど、これをマルチスレッドで動かしたらぐちゃぐちゃになってしまいますよね。リンクが多分壊れてしまいますというようなことがあるので、スレッドごとにこの、コンテキストの管理をしてやらないといけないということになります。これは一般的な用語で言うならば、スレッドローカルストレージですね。スレッドローカルストレージに対応するものということになります。C シャープだと、なんだっけ、スレッドローカルっていう属性があったかな。まあ、ただあれね、使いどころが限られていて制限があったと思います。Win32 の場合でも、デクルスペックにスレッドローカルとかいうのがあったような気がするんで、それを使って宣言すればできなくはないんですけど、それもやっぱり制限があって、プログラムでやるのが一番良かったような気がしますね。例えば Win32 なら TLS アロックとか、あの辺の API を使うと、そうするとスレッドごとに異なるその情報の格納場所ができるので作れるので、そこにこれを格納するみたいな、このカレントコンテキストみたいなポインターを格納するみたいな使い方をすれば、そうすれば分けることができます。一応このことはですね、やっぱり例によって今すぐやる必要はないんですけど、当然なんかマルチコア環境っていうのは考えられると思っているので、なので、今のうちからできるかどうかの判断だけはしておくということが重要だと思います。そういう点で考えると、今言ったようにこの方式でいくんだったら、このグローバル変数はそのスレッドローカルで宣言されなければいけないというのが制限になるということで、それはスレッドを考えるときに改めて考え直せばいいかなというふうに思います。とりあえずそうすればできるよねっていう担保はこれで得られたかなと思います。はい。で、その2つぐらいなんですが、そのさっき言ったこのマークですね、マークをどうやるかというようなことにもうちょっと踏み込まないといけないですね。じゃあ、今のこの例でそのまま深掘りして考えていきますか。今この、クラスタイプテストターゲットのポインターが手元に来たとします。このループを処理中にやってきた。ちょっと書き直すとこういうことでしたよね。こんな感じで P が得られましたと。で、一体マークをどうつけるかという問題があります。で、この構造体ですね、この構造体がどう定義されているかというと、今こうですね、こんな風に出力されています。で、これ今ダミーが必要かもしれないのでダミーを挿入している、要するにメンバーがまるで存在しない場合、これがそうですけど、存在しない場合にコンパイルエラーになってしまうんで、こういう風にダミーを入れてるんですが、まず一番簡単に考えられるのは、ここのメンバーにそのマークをつける場所を組み入れればいいですね。今なんかちょうどキャラとか書いてあるんですけど、これがまさにそうで、例えば、GC マークみたいなフィールドを作るわけですよ。で、そうするとここにそのマークしたかどうかというフラグを格納できるようになるので、これブールでもいいですけど、こういう感じで、ブールでもいいですけど、ブールだとね、ストレージコストがイントになるような気がなんとなくするので、ちょっとキャラにしておきますね。こんな感じで GC マーク。とにかくマークがつければいいので、こうします。で、こっちの方。
じゃあマークをつけるにはどうしたらいいかっていうと、今の GC マークに対して1を入れるみたいな感じでコードを書けばいいということですよね。で、1入れるのはいいけど、入れる直前には何だったのみたいなのがあるじゃないですか、当然。で、じゃあ GC マークはいつこれ0になるのかというと、なんかどっかで初期化してやらないといけないですよね。それはタイミングとしてはこの、マークフェーズを開始する最初にクリアする必要がありますね。ここで、クリア GC マーク、何かする必要がありますね。で、マークフェーズということです。で、これをどうやってやるかっていうのも考えないといけないですね。まず、この GC マーク自体はこれでいいとは思うんですが、そうなるとですね、さっき言ったようにここは何らかの型が想定できない、これ今分かりやすくするために書き直しましたけど、本来はこうならないといけないですね。そうすると当然、ボイドアスタなので、これメンバー想定できないから、これまあエラー出てますよね。 GC マークそもそも存在しないボイドアスタなので、なのでこれをどうするかを考えないといけないですね。で、考えられることは、先ほど見たこれですね。この参照されているそのクラスのインスタンスは全てが先頭にこの要素を持っていると想定するとします。それはつまりですね、こういう感じのものです。コモンみたいな、そういう型があり。で、ここに GC マークがあると。でですね、これらの、クラスは、すべてこのメンバーを持っているっていうふうにするわけですよ。で、当然、下のこれですね、この辺のクラスもみんなこのコモンを持っている。これはバリュータイプだから違いますね。違う。で、これはこれはクラスだった、クラスかな、なのでまあこんな感じ、こんな感じになる、こんな感じですね。はい。で、そうするとですね、まず、コモンでアクセスすれば GC マークありますね。そして、例えば今ターゲットにしているこのクラスタイプテストターゲットも先頭はコモンが必ず配置されると。どのクラスも先頭に必ずコモンという構造体が配置されると仮定するなら、仮定するなら、この得られたポインターというのは、コモンのポインターというふうに少なくとも想定しても問題はないはず。ここで得られるポイントはボイドアスターなんですけど、これをコモンアスターに、キャストしても問題ないはずですね。なぜかというと、すべてのクラスは、先頭にこのコモンという構造体を配置しているので、だからポインターを無理やりこのコモンアスターにキャストしても、ちゃんとコモンにはアクセスできるということが言えます。ので、これで、晴れて GC マークにアクセスできるようになるということで、まず逃げ道としてこんな感じのことを考えてやるのがいいんじゃないかなというふうに思います。次にですね、これでももちろん問題ないです。こういうような、この通りに考えている処理系も多分多いと思います。まあもうちょっとですね、ひねってみたいなと思っていて、というのは、これ今クラスタイプテストターゲットなんですけど、まあここの中にね、この必ずコモンというのを収めるっていうのは、なんか無理やりアクセスできるっていうこともあって、あんまりなんかこう気持ちのいい感じではないですよね。で、今考えているのは、今のやつそのまま書くと、クラスタイプテストターゲットという、そういう
あの構造体があり、ここの先頭に顧問が配置されていて、ここの中に、GC マークという、フィールドがあるっていう、こういう感じですね。あと下に、まあ、なんかあるかもしれない、あのフィールド定義があるかもしれないっていうことを考え想定していますと、こういう感じでね。で、これも、あ、それで、ごめんなさいね。ここが、ポインターが指しているところですね。じゃあもし、その先頭に必ずコモンというのを入れなきゃいけないっていうのは、なんかこのさっきも言ったように、その特殊な扱いをするっていうことになるので、まあ例えばですね、コモン入れ忘れたとかですね、まあそういうなんかこう、実装ミスをやらかしやすい部分ですよね。特にその IL2C が出力したその C のコードと、自分が書いたその C のコードを結合したりするような時に、なんかこうミスを犯しやすい部分なので、できればそういうなんか特殊な何かみたいなものを、あの導入しなくても済むような方策はまあ考えたいところかなと。で、まあ実はまあそういう考えルール方法はあってですね、このクラスタイプテストターゲットのテストターゲットのインスタンスを、まあ普通の構造体のように宣言しておいてですね、おいて、ここの上に、コモンを配置してやるっていう方法がありますと。別に何も違わないじゃないかというかもしれないですけども、ただしですよ、ただしポインターが指すのはここ、つまりですね、このコモンのインスタンスにアクセスするには、ポインターをマイナス方向に減算した位置、まあこれを仮に p-1 って書きますけど、 p-1 したところにコモンがあるみたいな状況を作り出してやれば、そうすれば、一見するとですね、ポインターの扱いはみんなここを指してるんですよ。クラスタイプテストターゲットを直接指しているようにも見えるので、なので、このポインターを仮になんかこう、C の、我々が普通に書いてるその C のライブラリとかにこの P を渡された場合でも、普通にこの構造体の構造を想定することができますよね。先頭に余分なものはついていないという状態を想定できます。しかも p-1 にアクセスすれば、このコモンの情報にアクセスできる、 GC マークのフラグがどうなってるかとかいうようなことにもアクセスできるようになるということで、まあ、あれですよね、まあ、構造がこういうふうになってるって知ってれば p-1 にアクセスすればコモンにアクセスできてしまうけど、一見するとなんかこの余分な情報がついているようには見えないって状況を作り出すことができます。まあこういうテクニックってね、なんかよく使われていて、例えば、Windows で言うなら、コムとかで、Bstra っていうのがあるんですけど、これは文字列を扱う、ポインターになっていて、これも実はなんか文字列がここに ABCDEF みたいに文字列が入っていて、Bstra ってポインター型なんですけど、 Bstra が指しているところはこの文字列の先頭を指しているけど、実はここの手前に文字列の長さが入っている、例えば53みたいなのが入っているみたいな構造を持っています。で、こうすることによってですね、例えば文字列で言うならストラレンみたいなものでいちいち長さを数えなくても、長さはもうすぐポインターを1個だけ減算して Bstra-1じゃないような気がするけど、まあ -1 したところを見ればすぐにもう長さがわかるみたいな、こういうような感じで、
この文字列の長さの管理のコストを軽減するみたいなことはよくやられてますね。でしかも、ビーストラのポインター自体はここを指しているので、誤ってこのポインターをそのまま例えば、プリント F みたいなものに渡したとしても、まあ問題なく動くみたいな、あの構造を、想定しています。それと同じで、普段扱うポインターは、この実際の型の先頭を指しているけども、その手前側ですね、裏側と言ったらいいのか、手前側に、その共通の情報としてあの我々が使うその IL2C が参照すべき、まあ、特に GC の関係 の情報とかですね、まあ、ひょっとすると、この後やるそのスレッドの扱いとかですね、その他 のものでもあの何か共通の何かが必要かもしれない、そういう情報をここに埋め込んで、保存してやることができる。で安全に、処理させられるということで、まあ、このテクニックを、まあ、あの使ったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、それがですね、まあ、ひょっとしてまだピンときてない人がいるかもしれないので、実際のコードで表してやるともうちょっとわかりやすいかなと思うんですが、これ今、クラス、まあ、6で、あのメモリ確保してますよね。ちょっと見にくいんで開業しますけど、こんな感じで。で、まず、顧問の情報が余分につくわけですよ。で、このクラスタイプテストターゲットの宣言の先頭に、この顧問というのを入れるという話をしてるんですけれども、これをもしこういうふうに入れないとするならば、入れないとすると、その分サイズが減りますよね。この IL2C テストターゲット、クラスタイプテストターゲット、サイズが減ります。減るので、そのままではメモリの確保としては問題がありますね。減ってしまっているので、ちょっと外れてしまいました。で、それはこのマロクの、このサイズオブの、サイズで得られたサイズが、その分減っているということにつながります。なので、ここでサイズオブの、ごめんなさい。顧問のサイズですね。を足してやる。顧問プラス実際の構造体のサイズっていうふうにやってやると、そうすると、丸くすると、そのサイズのものが得られます。そして、ポインターですね。このポインターは今本当に先頭を指している。つまり、顧問の先頭を指しているので、それではさっき言ってたこれですね、これここを指すという目的が実現できないので、なので得られたポインターにポインターの値にこれを足してやる必要があります。ちょっとね分かりにくいので、まずマロックで、サイズを得て、これをですね、一旦そのポインターをずらすために、計算可能にするために、こんな感じで、uint8 の t アスターで、そのポインターに、バイトを示すポインターみたいに一旦変換しておきます。そいつに、顧問を加えます。そしてその加えたポインターをこの、目的のクラスの型ですね、これに変換します。これでいいですね。こうすると今言ってた全体としてはこのサイズ、つまりサイズオブ顧問プラス、サイズオブクラスタイプテストターゲットでありながら、その、確保されるメモリの大きさはこのぐらいになりながら、そのうちのここの部分ですね、顧問の部分だけ進めたポインターの位置にしてやるということで、ここで言っているその P が、ここを指すっていう状況を作り出すことができます。
これですね。で、これ、メムセットでゼロクリアしなきゃいけないんですよね。どうするかな、これ。ちょっと今こうやって書いておいてなんですけど。そうですね、こうするんだったら、なんか、ここの、まあでもいいのかな。まあ、要するにですね、全体をクリアしたいですね。コモンだ、コモンも含めて、今のこの方法だと、多分コモンの後ろにあるここだけですね。このクラスタイプテストターゲットだけがクリアされてしまうので、あまり嬉しくないので、ちょっとこうやってやりつつ、ごめんなさい。直しますね。これは、どうするかな。一旦何か、どういうふうでもいいんですけど、じゃあ、Uint8t の p みたいな感じで、一旦、こいつに、マロクで入れる。これで一旦入れます。そして、この P、で、メムセットします。ここのメムセットのサイズも、コモンを合わせたサイズクリアしないといけないですね。そして、コンストラクターを呼びます。このコンストラクターを呼ぶときには、もう、この、スタックゼロのポインターとして完成させなきゃいけないので、ここの手前に入れますか。こんな感じで、IL2C テストターゲット、クラスタイプテストターゲットアスター、この P にサイズオブコモンを足した位置のポインターを入れてやる。そしてそいつをディスのポインターとしてコンストラクターを呼び出すと。で最後にそれをローカル変数に入れてやるという流れですね。ここまでこんな感じのコードを出力してやることで今言ってた話が実現することになりますよね。はい。そしてまあ今までね、この確保したマロクを全然フリーしてないので、フリーすること書いてないので、まあ、そもそも関係ないし、これから考えればいいことなんですが、実際にメモリをフリーするときにも、このポインターは、実際のコモンの先頭を指していないので、なので、今言った足す代わりに、減算しないといけないですね。ポインターの位置を調整してやらないといけないです。そのことを、まあ、忘れないようにする必要がありますと。で、フリーしてるところというのは、多分このマークフェーズが終わった後、フリーの処理が走る。ここら辺ですね。スイープにしておきますかね。スイープをすることになるんですが、この時にその得られたそのポインターが、違う可能性があるので、考える必要があります。でもそれ言い始めるとこの辺もそうですよね。この辺もコモンにそのままキャストできないですよね。今クラスの先頭にコモンがあるわけではなくて、そのマイナス側ですね。マイナス側にコモンがあるっていうふうにしたので、ポインターをキャストするだけでは成立しないです。なのでそのことも考慮する必要があります。で、この辺の、ちょっと戻りますけど、これ今コモンって入れてたやつはすべからくなくなると。コモンとかなくなりますね。これなくなるとですね、またいろいろ問題がありますね。問題があるというのは、C の構造体は必ずメンバーを持たなければいけないという制約があるらしいので、これ結局なんか入れないといけない。メンバーが存在しない場合はですけど、存在しない場合は何かダミーのこういうフィールドを持たせる必要があるという制約がありますと。こんな感じですね。はい。いいかな。で、あと、
あ、ごめんなさい、これじゃなくてこっちかな、うん、で、リンクリストを作ったりするところはこれでいいと思います。それからターゲットに保存されるのは、このポインターへのポインターですけど、ローカルゼロとかスタックゼロのポインターへのポインターなんですが、そこを指している場所はさっき言ったようにクラスのインスタンスを指しているけど、これのコモンはこれの手前ですね。なのでその計算をしないといけないですが、まあとりあえずターゲットに入れるものはこの値をそのまま入れればいいってことにしておきますかね。大丈夫かな。それともここで入れるものはマイナス、あ、できないですね。これはあらかじめ計算しておいた方がそのマークとかスイープのコストが減らせるかなと一瞬思ったんですが、でもこれはそのポインターというよりはこのローカル変数があるアドレスですね、そのローカル変数へのポインターを格納しているので、まあここではどうしようもないですね。なのでこのままこういうふうに入れておくということでいい。例えばマークの方でその工夫をしてやる必要がある。例えばここでボイドアスタースターではなくて U8T へのポインターが得られるみたいな感じにしておき、なのでこのターゲットもそういうふうにしておきましょうかね。go to こんな感じでね。ああ、ダメかな、なんか型が違うって言われるかな。覚えるのがいいか、キャストした方がいいですかね。ここでここかな、うん、ここでターゲットがボイドアスタースターで、でこれを uint8 アスタースターに一旦キャストしますと。でそれを取得すると uint8t アスターになるので、ここですね、ここ、こいつをマイナスサイズオブコモンというふうにオフセットをマイナス方向に減算して、コモンの先頭のアドレスを計算したものをコモンアスターにキャストすると。これで正しいポインター、コモンへのポインターが得られるので、なのでこれと GC マークを1に変更するというようなコードにすればいいですね。はい、非常にややこしい話ですけどしたけど、こんな感じでそのまあマークのフェーズについては処理できると。まあマークすればですね、あとはそのマークされていないものを探して、そしてフリーして回ればいいということになりますよね。はい、スイープの方もまたちょっとだけ考えなきゃいけないことがあるんですけど、まあ今回はここまでにして、次回そのスイープどういうふうに実現するのかっていうようなことを考えていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。